参加民主主義は政治システムの方向性と運用において有権者の広範な参加を重視する民主主義のモデルの一つ。民主主義の語源は人民が権力を有しており全ての人々が参加していることを意味する。しかし、参加民主主義は伝統的な間接民主主義よりもより複雑な形の市民参加とより大きな政治的権利を提唱する傾向がある。 参加民主主義は国民のすべての構成員が意思決定に有意義な貢献をする機会を生み出し、そのような機会を利用できる人々の範囲を広げることを目指している。全体的な意思決定過程を成功させるためには多くの情報を収集する必要があるため、テクノロジーは参加民主主義に必要なエンパワーメントの類型、特にコミュニティの談話を可能にし、知識の蓄積に対応する。 技術的手段につながる重要な影響力を提供する可能性がある。参加規模の効果的拡大及び小規模だが、効果的な参加グループを小規模な世界ネットワークに変換することは現在研究中の分野である。一方、対面会議の重要性を強調し、技術への過度の依存は有害になり得ると警告する論者もいる。学者の中には、 強力な非政府公共権が強力な自由、民主主義出現の前提条件であるという考えに基づき、市民社会の領域内でのコミュニティベースの活動に、用語の焦点を再び当てることを主張する者もいる。彼らは、市民社会の領域と、正式な政治の領域を分離する価値を強調する、傾向がある。2011年には、選挙制を運動によって、 参加民主主義に対する草の根の関心が高まった。公衆の参与とは一般に何らかの行動に参加する行為と定義される。したがって政治参加は政治的な行動に参加する行為として主に想定される。このような定義は政治的な行動と考えられるものを取り巻く曖昧さのために政治学ではしばしば異なる。この一般的な定義の範囲内では 政治参加の認識は参加の形態、程度及び質の違いによって異なる。投票から公共政策の実施に直接影響を及ぼすまで政治参加が政治理論上どの程度適切と考えられるかについては今日まで議論が続いている。参加民主主義は主として市民が自らの生活に影響を及ぼす問題に関する意思決定に参加し、 または参加する機会を与えられることを確保することに関係している。参加民主主義の主張は多元的民主主義への根本的批判という形で展開され古代のような人々の直接参加のきっかけを何らかの形で復活するべきというものである。より具体的には多元主義は合意と安定の名のもとに既得権益層による支配を維持しようとしているが、 そこでの開かれた政治では、貧者や社会的弱者が体系的に排除され、政治的無関心に追いやられているという実は極めて閉鎖的なものであり、少数派の特権により支配されている。そのため、万人の政治参加という民主制の理念を放棄していると批判した。また、多元主義化の政治とは、私的利益を満たすための活動に過ぎず、 政治が社会にとって良い成果を出したかということや民主性が人間の自由と尊厳の実現に寄与すべきだということは問われないので政治を批判あるいはより良き社会の実現に向けた行政の視点が失われる。対して参加民主主義は政治へ積極参加することで多元主義的政治が隠蔽した論点や権力関係を明らかにし、 政治の地平を広げるべきだと主張する。参加民主主義のもう一つの特徴は、人間と政治との関係についての独特な見解である。自由主義の観点からは、政治参加そのものを、権利や利益を実現する手段とみなすが、参加民主主義では、政治参加が人間そのもののあり方にとって決定的、重要性を持つと強調する。参加民主主義の立場からは、 政治参加とは、見分を広めて、人としての可能性を開花させ、自己実現や自己教育にとって重要な契機を与えるものであり、多くの市民を政治家庭から排除する、政治家による政治は、人間の可能性や創造性への機会を、人々から奪うものとみなされる。参加民主主義は、新しい概念ではなく、当てないの民主主義以来、様々な政治構造のもとで存在してきた。 参加民主主義の理論は、ジャン・ジャック・ルソーによって展開され、後になって、政治参加が公正な社会の実現に不可欠であると、主張したジョン・スチュアート・ミルと、ジョージ・ダグラス・ハワード・コールによって促進された。にもかかわらず、学術文献の中でこのテーマに、突然の活性化と人気が出始めたのは、19世紀中頃になってからである。政治参加の意義が復活したのには、 民主主義の代表的モデルが衰退しているという評価が高まってからの自然な成り行きだという推測がある。選挙で選ばれたエリートと一般市民との間の無機質な関係が深まり、選挙の投票率が低下し政治的な腐敗が絶えないことがそう思われている危機の背後にある理由だと考えられることが多い。もう一つはデビッド・プロトケによって論じられた多様に、 参加民主主義の提唱者はもともと、ヨーゼフ・シュンペーターが一般に確立した理論である最小限の民主主義の批判者であったというものである。プロトケは、冷戦時代には、非共産主義者が最小民主主義を批判し、最小民主主義の提唱者という主張を覆して、自分たちの立場を明確にする傾向がありました。食欲をそそらないメニューを与えられ、 最小民主主義を批判する人々は政治参加の急激で持続的な増加を主張しました。という。その起源にかかわらず、最近の参加民主主義の復活は市民参加型予算のような様々な制度改革につながり、伝統的に支配的な形式である自由民主主義に着実に挑戦している。また、シューペンターを批判し、 参加民主主義を本格的に理論化させたのはキャロル・ペートマンである。ペートマンは参加民主主義はナチズムのような全体主義を予防しつつ政治社会の安定を担保すると考え市民の政治参加を政治家の選出のみに限定した。市民の政治参加の過程には個人の心的作用や教育的機能にも重要な意義があり参加することで 疎外感が薄れて政治的有効性感覚を持ち、さらなる参加に向け行動する。参加民主主義の提唱者は自由民主主義を批判し、大犠牲を真の民主主義社会に本質的に欠けていると主張し、民主,主義のイデオロギーに関する根本的な議論につながっている。個人民主主義の提唱者のベンジャミン・バーバーは、それは人間をお互いから遠ざけ、より重要なのは、 自由主義が立っている認識論的基盤自体に根本的な欠陥があるからです。という理由で自由民主主義を批判した。バーバーの特筆すべき重要性は政治と民主主義の認識論的基盤への回帰であり、その点でジョエル・ウルフは彼の仮説を補強している強い民主主義はすべての人々が意思決定と実行に参加する政府の形態であるべきです。 現代社会の複雑さが直接民主主義に限界を課していることを認識しつつも、それが共有の利益、共通の意思、コミュニティの行動を生み出すので、全ての人々の参加が不可欠であり、その全てが必然的に政治に正当性を与えます。バーバーはまた、自由民主主義の価値観は、打算的であり、互いに、排他的な個人は、他人との競争にどう勝つかに主眼を置いているから、 人々の間の信頼感が由来で、市民権や公共の利益等の存在余地がなくなるとしつつも、それらが社会を支える重要な条件にもなるという。彼が提唱した強い民主主義では、公的な問題を解決するために市民が参加できる制度や機会が与えられ、市民には他人との対立を協調に変えて、他人の視点を考慮することが期待される。 その中で判断力などが磨かれ、議論に参加した人との交流そのものを楽しいと感じることによって共有される利益への関心が高まるという。また、指導者は必要であるが、リーダーシップが強すぎると市民に無力感を与えてしまうので、一人数とが問題を判断し対処する責任と能力を持つことが重要とされる。立法や公的決定を選出されたエリートが、 独占するのでなく市民がそれらを正しいと考えて受け入れやすくするためにもその過程に市民の参加が必要だというすべての現代の憲法や基本法には本質的には国民が公権力や政府の権限の究極の源泉であることを意味する国民主権の概念と原理が含まれており宣言されている国民主権の概念は 政治的行動のために組織された社会にて国民全体の意思が政治的行動の唯一の正しい基準であるということに過ぎない。それは抑制と均衡のシステム及び間接民主主義の重要な要素とみなすことができる。したがって国民は法律の制定過程に直接参加することも目視的に認められている。市民とその政府及び議員を結びつける。 この役割は正当性の概念と密接に関連している。国民が立法機関及びその構成員について基本的な理解しか持たない場合であっても立法システム及び政策決定過程に対する民主的な支配を行使することができる。公教育は立法過程における市民の参加と信頼を強化するための重要な戦略である。2011年10月8日。 ニューヨークのワシントンスクエア公園で展開された選挙制よ運動の参加者らはその総会にて参加民主主義を使用した。紀元前7世紀と8世紀の古代ギリシアでは、村落や小さな町の非公式な分散型権力構造は、町村が合併して都市国家になるにつれて、加藤制による少数の集団が権力を握るようになっていった。このため、 借金のために土地を売却しなければならず、借金の奴隷になるなど、一般庶民の間での困窮や不満の原因が多かった。紀元前600年頃、アテナイの指導者ソロンは少数派の権力を制限し、すべての自由身分の男性市民で構成された民衆議会による決定にて、参加民主主義の部分的形態を再確立するためのいくつかの改革を主導した。その約1世紀後、 ソロンの改革はさらに一層強化され、クレイステネスによって一般市民は直接関与させられた。アテナイの民主主義は紀元前322年に終わった。約2000年後に民主主義が政治システムとして復活したとき、国民自身というよりは代表者によって意思決定が行われた。これの小さな例外は中世後期から スイスの地方行政区画で花開いた限定的な直接民主主義だった。近代に起こった一時的だが悪名高い例は参加民主主義の普遍的な政治関与とそれに対応する集団的所有権及び生産手段の管理という参加民主主義そのものと同様に生まれたばかりの組織化された左翼の要求とを結びつけた1871年のパリコミューンだった。 19世紀の終わり頃には、カール・マルクス、フリードリヒ・エンゲルス、ミハイル・バクーニン、コミューンによって、彼らは全員、第一インターナショナルと共に非常に感化されていた。そして、オスカー・ワイルドなどを含む、少数の思想家が、参加民主主義の拡大を提唱し始めた。参加民主主義の実際の実施が再開されるようになったのは20世紀だったにもかかわらず、 ほとんどは小規模なものであり、1980年代にはかなりの学術的な注目を集めた。スペイン内戦の間には、スペイン共和派のアナキストのメンバーによって支配されていた。スペインの地域は、ほとんど完全に参加民主主義によって統治されていた。1938年、アナキストは、共産党内の元共和党の仲間による裏切りと、 フランシス・フランコ将軍のファランジズムの軍隊からの攻撃の後立ち残された。敗北前のアナーキストと共にスペインで参加民主主義を経験した作家のジョージ・オーウェルはその著書カタロニア参加の中でそれを論じ参加民主主義は陽動の空気を呼吸することができ、気取った態度、貪欲、権威への恐れのような通常の人間の動機の存在が消えた。 奇妙で貴重な経験であったとしている。神秘主義者で哲学者のシモーヌベイは一兵士としてスペインのアナキストを支援してきたが、後に政治宣言書ザニードフォールーツで参加民主主義を推奨した。参加民主主義は重要な政治争点に対する国民投票や地方自治体や職場のように小規模なコミュニティでの意思決定システムなどの導入を提言する。 その提言は、人々が積極的に政治参加することで、経済的利害にとらわれる存在から公共へ参与しようとする、成熟した存在へ成長するだろうという期待である。ハンナ・アーレントの人間の条件がこの議論を活発化させ、1960から1970年代にかけての審査翼運動が参加民主主義を積極的に打ち出したことで一時、 大きな影響力を占めたが、その衰退とともに参加民主主義も政治議論の舞台から退いた。1980年代、学術界での参加民主主義の注目度は、討論型世論調査を考案した教授のジェームズ・フィッシュキンによって高められた。より広い間接民主主義の枠組みの中で行われた参加民主主義の形での実験は、世界中の都市で始まり、 市民参加型予算を導入したブラジルのポルトアレグレが早々期の採用都市となった。世界銀行の研究はこれらの都市での参加民主主義によって住民のクオリティオブライフがかなり改善されたことを明らかにした。21世紀初頭の目立たない参加民主主義の試みは南北アメリカ中華人民共和国欧州連合に広がり始めた。アメリカ合衆国での一例には 2005年のハリケーンカトリーナの後にニューオーリンズを再建する計画を立案し、その計画の立案と承認に数千人の一般市民が関与したものがある。近年、ソーシャルメディアは参加民主主義の行動に変化をもたらした。2016年のアメリカの選挙では、ソーシャルメディアがニュースを広め、多くの定量化する政治家がツイッターなどのソーシャルメディアを利用して、 有権者を引きつけた。ソーシャルメディアは変化を求める運動を組織するのに役立ってきた。主にハッシュタグを通じて市民は異なる視点で政治対話に参加する。公衆の関心と参加を促進するために地方政府は公衆のフィードバックに基づいて決定を下すためにソーシャルメディアを使い始めた。多くの関与が必要ではあるが市民は委員会を組織して 地元のニーズを明らかにし、市民や市当局と協力する予算代表者を任命している。ロシアでは、ウラジーミル・プーチンの年に一度の番組、ウラジーミル・ウラジーミロ・オビチ・プーチンとのダイレクトラインの質問コーナーにて、ロシア人が電話やソーシャルメディアを通じて投稿する何十万もの質問に答えることで、一般市民にある程度の参加を提供している。これは、露偏談話の最新。 なおかつより双方向なタイプである。2011年、参加民主主義は、選挙制よ、運動の注目すべき特徴となったが、この運動は主にタンブラーの投稿で始まり、少数の個人が全ての権力を握っていると抗議し、主張した。世界中の運動の参加者は、すべての抗議者が発言権を持つ作業グループの結果と、作業グループが下した決定が、 効果的に集約された総会に基づいて決定を下した。彼らの決定プロセスは平等、大衆参加、審議を結びつけようとしたが、意思決定が遅くなった。2011年の11月までに、その運動は明確に同一とみなせる目標を中心に、まだ統合されていないと、たびたび批判された。参加民主主義の主要な支持者は、代表的なモデルに内在する、 民主主義の欠陥を考えると、参加民主主義は適切な政治的発展であると考えている。一般的に、参加民主主義は、直接民主主義と間接民主主義の仲介者として主張されているが、その強みは、市民の関与の拡大、人々の統制、平等主義と非作主的な社会関係にある。参加民主主義の最大の論拠は、民主化の促進である。 民主化した社会がどの程度まで社会文化的及び経済的文脈に依存するべきかについてベートマンはその議論は私たち自身の社会及び政治生活をより民主的にする変化に関するものであり個人が日常生活やより広い政治システムの中で意思決定に参加する機会を提供するでしょうそれは民主主義を民主化することです民主化された社会では 個人や集団は追求するだけでなく、現実的に利益を得ることができ、究極的には現状を維持するための戦略ではなく、より公正で実りある社会への手段を提供する。参加民主主義が他の民主主義モデルよりも優れている点としては、教育の効果が挙げられる。当初は、ルソー、ミル、コール等が推進していた政治参加の拡大は有効性と深さの点で、 結果的に国民をより高い参加の質を追求あるいは達成させることにつながる参加する人が増えるほどよりよく参加できるようになる。特に複雑な組織を持つ先進社会では広く行き渡っている市民の能力に対する信頼の欠如を正確に打ち消すのでベートマンはこの可能性を強調する。これと同様にウルフは多人数の組織であっても 参加型モデルの実現可能性に自信を持っていると主張しており、それは政治的変革の最も重要な手段としての国家の介入を次第に減らしていくだろう。参加民主主義に対する否定的な批判は一般的に最小限の民主主義のための排他的な主張と一致する。デビッド・プロトケのように参加型モデルと代議制モデルの間の融和的な仲介を求める批判者もいるが、 過度に左翼的な民主主義デオロギーには会議的なものもいる。文献の中には二つの一般的な反対意見が見られるが、その一つには参与が大きくなるにつれて責任が大きくなることを考慮した市民の能力に対する不信がある。ミフェルスは参加型モデルの実現可能性を否定し、進歩を始めるために広範な参加をする動機の欠如を説明することによって、 参加民主主義の教育的利益を反省までしている。第一に、利己的で合理的なメンバーは効果的であるために必要なスキルと知識を書いており、役人の専門知識に頼ることが費用効果的であるので参加する動機がほとんどない。つまり、参加の動機、あるいは欲求は政治学における一般意思に対する誤解である。国民全体が どちらかというと無関心で指導者に依存していると分析することにより参加民主主義のメカニズムは先進社会とは本質的に相入れないものであると論じられている。その他の懸念は大規模な政治的インプットを効果的に管理し同様に意味のある反応の早いアウトプットの実現可能性に大きく依存している。プロトケは より大きな政治参加を採用するための、いかなる制度的調整も、大義制の要素を排除することはできないので、普遍的参加のイデオロギー的要素を非難する。従って、直接民主主義も、参加民主主義も、安定した政治システムを現実的に維持するための、何らかの大義制度を持たなければ、真の民主主義となることはできない。 このような検討は大規模で人口の多い地域では公平に直接参加を実現するのが不可能であるという想定に由来する。プロトケは最終的に参加民主主義よりも間接民主主義を支持し直接民主主義の理想と乱雑な現実の間の残念な妥協としての間接民主主義という参加民主主義者による誤解を批判している。ありがとうございます。